こんにちは、どうも、スーポンです。今やりますのは、伝説っていうゲームです。何回目かな ?4 回目かな ?4 回目の配信を始めたいと思います。あれ?あ、こっちか。前回はなんか、岩に挟まれて全滅しちゃったんですよね。まあ最初からおさらいすると、あそこ、ここ、これもよくわかんないんだよね。ここ、あそこの宝箱を取ろうとうかつに入って、てしまうとこの二つの岩が動き出して挟まれていきなりゲームオーバーになっちゃうんですよね。なのでここは下を行くしかない。まあ結構なんか、このゲーム、わからないことだらけなんですけど、最初、多分今、パーティーに4人いますけど、まあもともとこの4人がなんか魔法陣を取り囲んで、お、なんだこれ。なんかワープした。お、今なんか声が聞こえたような気がしたんだけど。セーブポイント。あれこれなんか。あれ?ここなんかいけんの?ちょっと待って。ここなんかいけそうな感じじゃん?やっぱり。あれ?ん?道がわかんないんで。あれと、お?お、行った。ん?あ、来た。あれ?ここさっきのとこじゃないの?あ、間違った。お、音で?もうコマンド選択するのが大変なんで、オートでやっちゃいますね。まあ、何の目的かわかんない。あ、やっぱりさっきのところだ。何の目的かはわかんないんですけど、最初なんか4人が魔法陣を取り囲んでるとこから始まって、それで1人ずつ魔法陣に飛び込んだら、みんなバラバラなところに飛ばされて、なんかダンジョンを探索していくっていう内容だったんですよね。それで、まあ途中で、まあ他のメンバーたちと、まあ1人ずつ再会することができて、まあ、みんな元通り、まあ元通りっていうか、全員また集合することができたんですね。で、前回の動画、前回の収録
て、まあおそらく最後のボスっぽいところまで行ったんですけど、その目の前で、落とし穴に落とされて、まあもうちょっとなんか続きそうな感じなんですね。あれこれどこ行けばいいんだ？わかんないぞ。いけそうな感じがしないんだけど、お、なんかさっき、あ、よし、来た。このゲームは特定のところでしかセーブできない。あ？政治の種？なんだこれ。まあ一応なんかステータスが上がるみたいだけど、政治とどう関係ないの？さっぱりは、あ、敵できた。確かに、政治する人にとっては、まあ、ヒットポイントとか、精神が、まあ、あるに越したことはないと思いますけど。お、団子いっぱい溜まってんだ。わざわざなんか覚えられるかな。はい。あれ？あ。前これ覚えたけど、その後に全滅しちゃったんだよ。だからセーブされてなかった。ジローっていうやつはなんか、人間のはずなんですけど、なぜかブレスの技を使いまくるんですよね。かなりなんか人間離れした技を使う。なんか、浮かれ道か。別に別々に行く必要はないんじゃないか。4人で片方行くとかでもいいんじゃない。ジローって選手タイプなのか？まあそれは言えてるかもしれない、ね。前も言ったけど、なんで吉田だけは名字なんだ。ああ。二人ずつ。
なんだ。またこいつかよ。友人のたけし。何これ、はいしか選べないんだけど。しかも、やだって言ってるし、なんなんだこれ選択肢の意味がないじゃん、これ。まず、てか、選ぶ余地がないから選択肢でもないんだけど。なんでこういう話になるんだ。丸山さん、なんか有名な人なのかな。もう知らない。まだ髪を染める前のこいつだったのかな。なんていうの、四字倉さん、わからん。車見の人って、こいつがさっきのやつなんだろ。青髪の人は、中身が言っちゃうんですよ。青髪だと、そうなんです。かずき、かな？こいつはカズキっていう名前だったんだね。まあ、どっちでもいいじゃんと思うんだけど。採集しないと観察はできないからな。何これ、第2章とか3章もあんのか。あれ、なんか、あ、カズキを操作できるようになってるぞ。なんか、違う、なんか、ゲームになってんのに。あれか、間違った。なんか、わざとか使える。ヒットポイント30しかねえぞ、こいつ。大丈夫？何も装備できるも持ってないし。でもお金はなんかさっきのままだな。あ、そう。昆虫を見つけないといけないのか。外出ちゃう。あ、外出れないのか。昆虫いないんですけど、あ、出ちゃった。
ていうか、こいつちょろちょろ動きまくって話しかけられないんだが。くそ。よし。ここは家か。俺はお前を友と思ったことは一度もないから。という設定でいきたいと思います。なんかわからんな。みんなを集めなきゃいけないし。あれ？え？待って。あ？ていうか、顔が映ってないんだが。ここは準備しなかったの。やっとですかってなの。こいつは仲間に加わんないのか。あ、そっか、もう一人は狼の被り物を被ったやつが仲間になるのか。あいつらはもともと仲間だったのか。うん、噛み切れば。あ、セーブ本。ちょっと、展開が読めないんで、前のやつは残しておきましょうか。青年。なんか技、あれ？技じゃないの？全員攻撃するしかないのか。うわあ。うわあって。全然ダメージも食らわないじゃん、これ。それなら、もう、一気に、蹴りをつけちゃった方が、なんか装備はね、あ、これ横のボタンを押すと、人を切り替えられるのか。今気づいた。全員倒せばなんかいいことあるとかあるのかな。もうなんかいっぱいいんのこれ。
めんどくさいからちょっと無視していきましょうか。向こうから襲いかかってきやがった。っていうか確かこれはさっき登場した黄色い頭髪をした男が物分かりが悪いっていうことをなんか説明するためのなんかシーンらしいんだけど、なんかやたら長そうな回想シーンなんだよ。ライアン。同級生なの。学級新聞を書いただ、書いただただ他の楽器より上手。なんか悪そうなやつだ。あれ結構やられそうじゃん。もしあったの。あれあ、アイテムそのままなんじゃん。あれじゃあ、なんか黄色い、赤いクリスタルとか使えば。あれあ。これすげえって楽しかった。攻撃するよりあれだみたいな。ちょっと待って。クリスタルを使った方が全然当たるダメージは大きいですね。よし。弱いな。何をしに来てんの？え、これ使えんのかな？あれ？あ、なんだこれ。移動できないじゃん。ちょ待って。あ？何これどうやって戻んの？ちょっと待って。え？戻れないじゃん、これ。え、これまさかの、積んだっていうやつじゃん。
本当にこれ、動けないんですけど。動けないし、なんか決定ボタンを押しても何も起きない。いや、これ完全に積んだでしょう。まあ本来ならばちょっとリセットはしたくなかったんだけど、まあこういう状況なんで、まあ正面ちょっとリセットしちゃいますね。はい。さっきどっから？あ、ここは、あ、よかったよかった。使う前にセーブしておいてよかったっす。こっちなんかあんのかな？何もないかな。あれ、今のは、おそらく、まあ、とりあえず、技は、覚えさせない。こっちの、この、なんていうか、かずきのシーンでは、技を覚えさせないように、まあ、ああいう風にしていたんだと思うけど、なんか、作者は、戻るとき、戻る方法のことを考えてなかったんじゃないかなと、思うんですよね。ドアが壊れてるか鍵がかかってる、どっちなんだ。開けられないからそういうことだね。あ、これはやっぱりクリスタルを使っちゃった方が早そうだね。一個しかないアイテムなのに全員が使えるっていうのもちょっとなんかインチキ臭いですけど。なんかここ色が微妙に違うな。ダメージ受けんのかな？ボタンがあった。いや、あるからここに来たんですよ。ここでは何が起こったのか知ることはできない。お、なんか、技を覚えたんですね。しかもレベルアップでしょ。敵、おー、あ、こういう風になってんの？あれ？あ、え、マジで？あ、なんだ。あそこも踏み入れちゃダメだったのか。またこっから。なんか出てくる敵が、一番最初の方に出てきたモンスターになってきたな。でも今はクリスタルを持ってるんで、簡単に倒せちゃうんですよね。ちょっとここ慎重に行かないといけないですね。なんか前回もそうだったけど、なんか、いきなり全滅するパターンっていうのがなんか、ちょくちょく出てきて、ちょっと怖いゲームですね。途中のセーブをしっかりやっていかないといけないっていうことですね。おそらくこの右側にもスイッチがあって、その二つのスイッチを押せば、真ん中の扉が開くっていうことになるかな。あれ？ちょっと待って、これ、このまま行くと、いきなり、
あ、しかも、あ、もう戻れたか。ちょっと、セーブしていこう。これ多分、このまままっすぐね、進んじゃうと、またゲームオーバーになりそうな気がする。でも左側の方を見ると、ボタンにたどり着けそうな風になってるんで、どっか隠し通路があるんじゃない、やっぱり。あ、回っちゃった。でもよかった。セーブしておいたから。ちょっと一歩ずつ慎重に行かないと危険です。ちょっと。あれ、さっきから。あ、カズキもクリスタルを使ってたはずなんだけど、なぜか、カーソルが記憶されないんですよね。これは、バグなのかな？カズキは毎回赤いクリスタルを十字キーで、カーソルを移動させるというのは選択できないんですよ。ちょっとめんどくさい。分かった。カズキはもう攻撃をしちゃえばいいのかな。重大な宝？宝って何？この椅子が宝なのか？それとも奥にあるなんか扉の奥に宝があるのか。丸山？やっぱり。全然姿が変わってしまったんだけど。どうしよう。ウォーターでも行ってみようかな。ちょっと黄色と赤で効果も違うと思うんで、ちょっと両方使ってみましょうか。黄色が一番ダメージ与えるのかな。やばい、もう一回食らったら死んじゃう。ちょっと防御して。
え、あれなんだ。これ一人一人のあのカーソル位置が記憶されてるんじゃなくて、直前に選んだやつが記憶されてるだけなんだね。あれ、そうでもなかった。よくわからない。長かったな。変な人。もう今の和樹は結構強くなってるな。あれ？さっきの話の中では結構技2、3本ぐらい覚えてたような気がしたけど。戻れないの？セーブできないの？ここでセーブできる。ちょっと攻撃どっちかに集中させてほしいんですけど。装備、なんか強いの？うん。イチローの攻撃力もちょっと弱いんだよな。まあ、装備だからしょうがない。樽が置いてある。樽だ。そのまんじゃん。なんか強そうなのができる。しかしこのゲームは、ね、先が読めないですね。もう何が起こってもおかしくはない。まあ、
これこそフリーゲームのまあ醍醐味といったところじゃないですかね。樽がいっぱいだ。お、あ、動かせるんだこれ。下行っても何もないのか。あそこに行くにはどうやって。あ、分かった気がする。それにしても、さっきの回想シーンって何だったんだ一体。確か、このカズキっていうやつが、物分かりが悪いっていうことを、なんか説明するための回想シーンだったと思うんだけど、なんか全然そういう、物分かりが悪いっていうことを、まあ、説明、っていうのはなかったような気がするんだけど。なんともなんか、突っ込みどころ満載のゲームですね。はないし、吉勝のマジックパワーがないし、あと、これ、さっき道が分かれてるっていうんで、パーティーは二つに分かれたんだけど、別に分かれていく必要はないんじゃないかと。なんか意味があるのかな。てか別れてしまったら、もしかしたらその後も合流できなくなる可能性もあるから、いまいち別れていく理由っていうのもわかんないですよね。なかなか攻撃できない。だんだんっていうか、もうかなりお金が溜まってきてるんで、どっかで、装備を強化できないかなって思ってるんですけど。あ、さっきのやつ。なんだ。え？知ってんの？こいつ。パーティー5人になっちゃう。あれ？え、二人はどこ行ったの？アイテムになっちゃったとか。
今地震が起きたの。で、次郎と吉田はどうなったんだ。パーティーが4人までしか入れることができないっていうのは分かってるんで、RPG スクール2000は4人までしか戦闘に加わることができないんですよね、パーティーは。ここで装備をやった。ここで、なんか高いものを買っていきますかね。装飾品か。これいいかもしれない。武器があればいいね。このゲーム、なんか縦装備してもなんか、あまり縦装備できる人もいないし、カズキは装備できるにしても、なんか下がっちゃうし。これ攻撃力が下がるって意味で防御力が上がるのかな？よくわからんの。あれ、なんか鎧的なものないのかな？頭にかぶるものしか打てないじゃん。すんげえ上がる。マジックペンダントはこの二人に装備させて、技を使いまくれると。これ？ああ。ここで戦闘メンバーを変更できると。仲間が出るか。どういうこと？これで戦闘のメンバーに加えたやつは選べてるんだ。なるほど。どうしようかな。なんでこいつくるくる回ってんだ。4人じゃない、5人はやっぱり加えられないんですよね。吉田ってあまり強そうなイメージなかったから。これでいきますか。カズキもスキルがないから、あんま使えそうな感じはしないけど、今買ってやったモーニングスターが結構強そうなんで、それなりに役に立ってくれるんじゃないかと思う。どうしよう、モーニングスターもう一個買っとくか。2倍近くなるもんな。攻撃力が。あれ？
ですか。まあ、一応も装備できるんだ。もう2ミスだ。2ミスだ、すげえ。どうしようかな、一郎。でもね、一郎は回復役だからな。もうすぐ1時間か。これでだいぶ強くなったんじゃないですかね。え、強くなったのかな？ん？なんか来るかもな。やっぱ来た。あ、またこいつ？でも、こいつ、前一回倒して、さらに今、レベルアップしてるから、今はもう余裕なんじゃないかな。どうしよう。確か、これあれなんだ。これ使うと、全員の防御力が上がると。これなんか、ステータス上がるやつあるかな。ある、あるけど、これ、単体なんだよなぁ。いや、この日。こっち、あ、このグループ攻撃が厄介なんだよね。で、ステータスアップは重ね掛けができるんで、まあ、2回ぐらい使っておくと、いい感じだと思います。こっちでいいか。結構余裕っしょ、これ。なんか大ダメージを与える技あんの？あれなんでこれ使えないんだ？持ってる武器がダメなのかな？どうしよう。ていうか、めんどいな。音で。レベル上がった今としては、まあ、オートでも余裕でしょ。結構このリカバーがあるおかげで、かなり楽だね、戦闘は。前回戦った時は一回全滅してるからね。すげえ辛かったよな。もう途中からあの敵のスキルポイントがなくなるぐらいまで戦ったよ。あ、二人とも。マジックパワーもまだまだあるし、大丈夫だろう。
そろそろ敵のスキルポイントもなくなってきたもんね。もう攻撃しかしなくなってきたね。結構ダメージ食らわない。前にあったやつよりもちょっと強くなってんのかな、こいつ。倒した。こんなに鋼鉄鎧戦車が出るの初めて。でもまだ2回しか出てないけど。そろそろ1時間なんで、鋼鉄鎧戦士も倒したことですし、ちょうど区切りがいいので、今回は、まあ、終了しようかなと思います。ちょっととりあえず、まあ、セーブポイントに向かって、まあ、セーブしたら、中断しようかな。といったところで、まあ、今回は、まあ、ここまでにしようと思います。ご視聴していただきありがとうございます。また次回お会いできたらお会いしましょう。さようなら。本日はご来場くださいまして、誠にありがとうございました。